ばいやばいやばいやばい、ちょっと一回ここでちょっと3人、あ、なんだ、あれやばい、また始まっちゃうよ、サブストーリーまた始まっちゃうよ、やばいよ、ちょっと、いやー、やばいや、携帯の初期の携帯持って、うん、ショルダーフォンの男、あー、なんやあのでかいバッグは、あのあれですね、携帯のもっと前のあの本体を、要するに普通の置き型の電話機でいう、いや、あの本体をぶら下げて受話器持つっていうタイプだったんですね、昔はね、本当に。なんだ、ショルダーフォン、あのでかいバッグみたいので話しとるんか、すごいな。はあ、そっか、また聞きたくなったら電話してね、じゃあね。でも昔はね、すごく高かったんですよね、確かこういう。なんでみんなショルダーフォンの凄さがわからないんだろう。せっかくママに買ってもらったのに。おい。おう、兄ちゃん。今そのバッグみたいなので誰かと話しとったんか。あ、やばい。興味持った人が現れて、こう目輝き出すよ、この人。え？そうなんですよ。今これで通話してたんです。あ、やばい。水を得た魚のようになっちゃったよ、この人。おー、無線機か何かか。違いますよ。電話ですよ、うん。こういう話をしたかったんですもんね、なんかね、みんな。それだもん。なんやそれ。え？知らないんですか？まあ当時はね、うん、でもあの真島編であの人普通に携帯で喋ってなかった？もうでかい昔の携帯だけどね。おお、まあそりゃすごいが、うん、はあ、これだから庶民嫌なんです。いいですか、これがあれば外で仕事もできるんですって。さらにママといつでも話せるようになるんですよ。そうか、ま、確かに便利なこともいろいろありそうやね。そうでしょ、羨ましいでしょ。いや買うほど欲しくはないわ、うん、そう、めっちゃくちゃ高いですだ、当時はもうね、庶民が手が届くほどのあじゃなかったんですよね、やっぱりね。だから結構や、俺は当分地道に公衆電話で電話するわ。ん？そういえばあなたさっき公衆電話に入ろうとしてましたよね。うん、ちょっと絡まれそうになったから、おう、電話でもしようかと思ってね。もしかしてこれ使わせてあげましょうかみたいな。いいでしょ、この最新型ショルダーフォンを使わせてあげなくもないですよおお、ほんまか。ええ、ショルダーフォンの魅力を少しでも分かってほしいですからね。太っ腹でしょ。おお、ショルダーフォンか。最新技術みたいやけど使ってみるか。使う。うん。よっしゃ。うん。今度は遠慮なく。何も音がせえへんで。え？ちょっと貸してください。ん？どういうこと？充電がなくなってますね。ああ、さっき通話したからだ。え？充電が切れる？そんな、一回の通話で？ええ。これ再生産だから電力をものすごく使うんですよ。そうなんか。で、どのぐらいで充電が必要なんや。8時間程度。え？長っ。さっきちょっと電話したくらいでもう切れてしまうんか。
最先端とはいつの時代もそういうものなんですよ。美しいものと、ものほど儚いものなんですよ。桜の花と同じです。それはなかなか不便やな。仕方ないから使うの諦めるわ。ありがとな。え、いやいやいや、ちょっと待ってくださいよ。なんやね、まさか8時間待ってとか言うんじゃないだろうな。使うチャンスですよ。そりゃ使いたいけど電池がないならしゃあないやろ。どうせ行っちゃうねん。あ、どうせっちゅうねんか、うん、このショルダーフォン市販の電池で動かすかも。だからどこかで電池を買ってきてもらえませんか。電池東京で。めんどくさ。いいじゃないですか、電池を買ってくれるだけで。確かに使ってやみたいが。ちなみに僕井戸塚という申します。わかった、これはマジマンや。ちょっとそこで待っとけや。さっさと電池買うて最先端味わったるか。ドンキ、あ、こっちから行けば近いな。じゃあ、はあはあ、真島さん、あれ、あ、話しかけちゃった、間違って。まだまだ、何はあはあって肩が肩痛いのね。無理してんじゃねえかお前もうね。さあ、じゃあしょうがねえな、もう電池買ってくるか。もうと電池を買うて、しかしサブストーリー多すぎてちょっと、ていうかなんかね、すごくたくさん引っかかっちゃって、ちょっといろんなものに。電池ね、1個でいいの電池。あ、あったあった、1個1個で買っとこうか。1個じゃ足りませんよとかって、最先端ですよとかなんか言うんじゃねえだろうな。なんか10個必要なんですとか、なんかそれ勘弁してほしいな。もうそしたらもう一番最後だな。もうそしたらこのミッション後回しで、もう強化とかにお金使いたいからな、優先順位。あいつは、あ、いて、はは、いてるからな。え、あれ、くそ、よし、すみません、こいつ、持ってきたよ。おう、電池買うてきてやったで、これ。はい、使わせてくれ。あ、いいんだ。おい、大丈夫か。相当重いんでしょうね。おい、どないしたんや。ショルダーが。かなり欠けてるからやろ。最先端技術を地面なんかに置くことできないじゃないですか。うわー、ショルダーが痛いよ。肩がやられとるな。さすがに電話をかけさせてとは言えないわ。何か言えるものを持ってきてやるか。しゃあない、ここで待っとけや。何か治療するものを持ってきてやるわ。いいんですか、面倒やけど見捨てるわけにもいかんからな。もちろんです。回復薬、あ、じゃあタフネスライトあげよう。タフネスライトありましたから。あの絡まれての助けでやってね。くそ、貴重な回復薬をもうこれでも使えや。どうだ、あ、肩が楽になりました。あ、よかった。おい、なんだあれ、え、なんだこのバッグ、面白い電話みたいのがついてるじゃん。あ、ちょっと何なんですか、あなたたちは露骨に柄の悪い人たちですね。おい、ちょっと貸してくれよそのバッグ。バッグじゃありません、ショルダーフォンです。これだから庶民は。ああ、なんだてめえ。あ、やばい、これは、うわー、あ、殴れちゃったよ。やばい、ショルダーフォンやばいんじゃねえこれ。浮いててね。おい、おい、
なんなんやお前ら。ん？お。再生だけデリケートなんやで。うん。使うのは俺や。うん、そうそうそう。何言ってんだこいつ。ムカつく野郎だな。やっちまおうぜ。よーし。よかったよかった。うん、よし。一丁もんだらやないかい。スラッカーで行こうが、じゃあ。よし。うん、やっぱこれが。お、あ、やばい。無敵のガードと思われたが、そうでもないんだね。まだまだだな、しかし。いよいよ自慢のショルダーフォンを使わせてもらおうか。繋がらんぞ。え？もしかしてさっきのヤンキーに倒された時、確かに最先端が繊細にできてますよね。なんとなくそんな気はしたんですけどね。まあしゃあないな。俺ショルダーフォンを使えない運命やったと思って諦めるわ。いえ、そんなことはさせません。え、何このドアップは？真島さんはみんなから白い目で見られてる僕に声かけてくれた。それに電池や薬もくれた優しい人です。うん、そんな人をがっかりさせたままにさせられるわけがないじゃないですか。いいですか。真島さん、しばらくしたら笑福町西の M ストア前に来てください。その時こそ最先端技術お見せします。え、わかった。楽しみにしとくわ。それでは。そこ行って終わりなのかな、じゃあ。うん、あ、光ってる光ってる。見つけたぞ。なんか、これ。あ、さくらまなでしたっけ。なんかこの子人は聞いたことありますよ。AV 女優の方ですよね。なんかすごく有名な人だったような気がするんですよ。あの、何でしょう、ショルダーフォンの男ですね。はい。遅いですよ、真島さん。ん？それは、買い直してもらいましたよ、ママに。新しいショルダーフォンです。え？直したんじゃない、買ってもらったらまた。こいつ。おついに。さあ、お待たせしました。これで電話かけられますよ。公衆電話なんか行かなくていいんです。電話なんか用事あった？おう。どうしました？まさかまた？道具に電話しようとしてなんか忘れたわ。マジマさんアホなんですか？ちゃうわ。こんな長い時間振り回すなら、そうそうそう。というかもう、そんな時間経ってたらもう用事もう済んじゃうよね。もうしょうがないですね。まあしばらくはここにいますから、電話を使う用ができたら声かけてくださいよ。電池が切れてなければですけどね。わかった。デリケートだな。うん。電話はもっと軽くない。例えばカメラがつくとかね。まさかカメラなんかついたらまた重くなって買ってたこのデカさで考えればね。その時はその時です。また間に合わせ、勘弁してくれや。あ、終わりましたね。はい、サブストーリー55終わりました。はい、こんな感じでね、どん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 やっていきますよ。はい、今度は反対側かな。今度は何だろう、
やりかけのやつがね、思い出すだけでも2つあったんですよ。あの顔変えられた男のやつと、あとなんか、お店の前でね、うん、あ、下に出てるの、ちゃんと、あれこんなのいたっけ、どうやろ、何これ、う、ヒック、ヒック、おい、似てどないしたんや、男がそうそう人前で泣くもんやないで、なんだこれ、これ新しいやつかな、そうそうそう、ティファニーだと思うんですけど、多分ハートネックレスが買えなかったってやつね。はぁ、ハートネックレス、うん、ティファニーのなんとかってやつね、ありましたね、うん、おー、うん、ダメなんですよ、うん、だから泣くなってなんか彼女の誕生日プレゼントにあげたいとかそういうことかな、それが、あー、やっぱりね、うん、次の入館を持ったら誕生日が過ぎちゃって、うん、なるほどね、ま、守れん、約束した兄ちゃんが悪いね、うん、はあ、俺それで、そんなんで嫌われる彼女だったらもうそれまでの子だったってことだろ、そんなこと言ったって手に入らんやろ、偽物用意してごまかすくらいしかないよね、そう、それだとか、そうですよね、ん、偽物、そう、そうだ、それですよ、あ、ピンときちゃった、は、本物がないなら本物そっくり偽物用意すればいいんです、偽物ってお前さすがにバレるんちゃう、で、後でこっそり本物にすり替えるとか買ったら大丈夫ですよ、そうなんか、それはそうですが、うん、どうすんだ、うん、そうすればいいわ、うん、いいよ、偽物作らないと、うん、なかなかおらんやろ、柄の悪そうなやつ目の前にいるよ、見てる、そうですよね、うん、あなた、柄が悪そうな顔ですね。いや、柄が悪い。きっとそういうに違いない。失礼やな。は？柄が悪いことを見込んでお願いです。贋作師かな？僕に。うん。あのな、お前、失礼やぞ。うん。それで贋作師の知り合いなんておらんわ。うん。はあ、そんなに柄が悪そうで贋作師の友達くらいいそうなのか顔なのに、どういう顔やねんって。お前ほんまにところどころ失礼やな、 ごめんなさい、うん、まあ一般的に見たらこの顔は確かにね、ちょっと、うん、そういうところは男らしいやな、うん、ありがとうございます、よろしくお願いします、うん、と言っても贋作師なんてそうそうおらんからな、そういう輩がおるとしたらこの先の路地あたりかな、うん、あ、なんかあるよ。ここかな？ちょっと行ってみますね。まず、ちょっと、サブストーリーをね、どん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 やっていって。あ、やばいやばいやばい、やばい、来た来た来た。もういいや、めんどくさい、やっちゃおう。やっちゃおう。うん、飛ばします、もちろん。行くで。行くで。うん。よし。邪魔な奴らがいなくなった。で、こっちだな、うん、ちょっと怪しげな、おなんだこれ違うの始まっちゃったな、絶対これもう分かったよ、これ偽テレオンカードでしょ、テレオンカード、偽造テレオンカードでしょこれ、うん、おありがとうよ、それじゃあね、いいってことね、それじゃあまたね、あ、繋がんのかな、でもこれ何やれ、なんか取引でもしてたんかい、ん、あ、いやー、ん、ん、あー、カードが大変ね、テレオンカードを落としたみたいやな、しゃあないの、手伝ったるか、あ、いやー、勝手に商品触らないでね、あ、うん、あ、
ありがとね。でもあんまり商品じろじろ見ないでね。商品ってただのテレホンカードやろ。ちゃうんか。あ、いえ、そんなにじろじろ見ないでね。私実物見たことありますけどもね、偽造テレホンカードって、全部使い切って、テレホンカードってまああんまり最近見ないと思うんですけど、使うとまあクオカードもそうですけど穴が開いていくんですけど、その穴をね、なんかね、特殊なテープで止めてるって、つまり新品の状態にして売ってるみたいな、それで例えばなんか合成のテレホンカードを1000円とかで売っちゃうみたいな、5倍使えるねみたいな、なんかそういうそういう感じでした、見て私が見たのはね。何やこのテレホンカードは。おお、そうこれ穴のとこにテープ、そうこれってもしかして偽造テレホンカードちゃうか。ちょっとよく聞こえないある。すごいとこだけね。は？いやからこれって偽造テレホンカードやろ。やっぱり日本語難しいやろ。何言ってるか全然わからないね。あいやーごめんね、あいやそう、怪しい外国人ってそうも大概偽造テレホンカードっていう時代があったんですね、昔は。やっぱりそうなんか。あいやーもうダメねー、あいやー違う、落ち着けや。そうだ、遠引きするね。お、いいとこにいたじゃん。何でも偽物作れるよ。お、なこと言われても別に欲しい偽物なんてないしな。そういえば、そう、ティファニーのオープンハートでしたっけ、なんか今思い出しましたけど。おい、ちょっと相談があるんやが、ええか。もちろんね。どうなんだ、お前の腕を見込んで。これはちゅうわけで、その兄ちゃんディスティニーとかいうハートネックレス、おちゃらこ最大で楽勝よ。おお、それじゃあその男にこの名刺を渡してね。ファンさんの名刺、それ持ってここの事務所来るよろしい。ファンさん言うね。ああよし。まさか贋作師の指令ができるなんてな。じゃあ渡してきますしょうか、早速。あの兄ちゃんね、こいつのこのファンさんってやつの事務所のとこに行きなってね。これで一件落着になるか。じゃあ、いるか。いるね。よしよしよし、これで終わるな。そうおれ、この店の事務所に行ってみろや。え、何ですかこれ。贋作師がそこにある。ほんまですか。別にそんなんちゃうわ、たまたまや。真面目や。ありがとうございます。じゃあ時間もないので早速行ってみます。はい、うまくいくかな。あいつは一般人やから少し不安やな。え、まだ続くのこれ。じゃあ続くの。あ、またいるじゃんこれ。なんかこれじゃないの。結構大変だな、サブストーリー1個クリアするのにも。ただこれやっとくとね、なんかいろいろもらえたりとか、ストーリーを進める上で、やばい、体力やばいな。そうだよ、あれの神社に行くとか言っといて全然行ってねえし。あれこの辺でしょ。どこ、違う、こっち、どこ。あ、これだ。確かこの辺りやったはずや。誰か、助けて。あ、やばい。見当て？
やばい。やばいぞ。これは争いの匂いが。まあ、これやることでね、強くなっていくんで。キャー、助けて。なんかこれ流行ってましたよね、一時期ね。そう、行かないね。あんたがこの場所を知った本当の理由を教えるね。え？やめてください。そう、こうやってね、トン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 やって、その親指と人差し指の間、人差し指と中指の間ってこう順々に順々にやっていくやつなのね、これね。ありましたね、これね。なわけないだろう、ここの場所、秘密の場所。うん、あ、やばい。助けて。なんや、揉めてるみてえやな。おい。うん。真島さん、ん、何なのあなた。あはーん、さてはこいつのグルネ人間生かしておけないね。ファンさんいないのか。まあいいや、待てって。仲間が私たちいるはずないね。うん、水死来るか。うん、まあちょうどいいや。うん、まちょっと待てよ、危ねえもん持ってるなこいつら。ちょっと待てよ。お、やばい。ちょっと使えそうな武器持って。お、やばい。ちょっと待て、整理と、やばい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 、こんなとこで、こんなとこで。ちょっと待って、ちょっと待って、やば、やべやべ、ちょっとやばいよこれ本当に。ちょっとジュースでもとりあえず飲んでね。うん、ジュース飲んで、あぶねえ、ちょっと買っといてよかった、たくさん。よし、これでいいだろう。とりあえずこれで様子見よう。よしよしよし、もう一個。よし、よーし、まず一人。こいつら、あぶれ、あぶれ、あ、やべ、やべ、やべ、やばい、やばい、やばいよ、やばい、やばい、やべ、ちょっと聞いてないよ、ちょっとやばい、これもう、これ使うしかねえな、もうこれでいいだろう、まず。うん、よし、よーし、よ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 し、あぶねえ。いやいや、青龍刀とか持ってんのもびっくりしたよ。あぶねえ、さすがチャイニーズだな。少しは人なし聞けや。あ、来た来た来た。何やってるね。あ、危ない。死にかけたぞ、ほんと。何があったね。ちゃんと説明するよ。いいな、聞いてよ、この連中。うん。え？この連中？あ、あ、場所を知るなんて危険なこと、絶対そんなことしないよ。ありえないよ。おいおいさん、これどういうことや。部下に伝えるのすっかり忘れてたね。あ、うん、おいおい。危なかったぞ、本当に。もう青龍刀まで持ち出すんだもん。というわけね、遅いよ。いや気にせんで。よかったね。いや、もう音はといえば、そう。お、ああ、おお、よかったな。ありがとうございます。
でもなんかちょっとすごい戦いでちょっとお金もらえたんじゃない、たくさん。そんなことないの、大変だったからとそういうのはないのか。くれんのかな。よし完成したね。これ怪人のデッキね。あいやほー、ああそうそうそう、こういうやつね、うん、ほんとだ、きっと喜びます。はい、じゃああげるね、うん、おこれで貸し借りなしや、よかった。おさっさと渡してこいや。はい、箱とかはいいのかな、まあいいのか、そこまでは、うん、これでなんとかなりそうやな。ほんまにあれ女が見ても偽物ってバレへんのかいな。うん大丈夫ね、あれ誰が見ても偽物ってバレないよ、もうね絶対一生バレないよ。おーすごいね。そうかならいいんやけど、少し、え、まだあんの、ほな俺も行って、俺も行くわ。よっしゃ、あいやちょっとまだ続くのこれ何よこれとかつって、偽物じゃないとか、なんかそういう一悶着あんの、もしかして。あ、お、あの彼氏やんけ、ほんまに偽物やってバレへんのやろか。誕生日おめでとう、これプレゼントや、約束してたディスニーのハートネックレスやで。お、うわー本当にすごい、めっちゃかわいい。でも第二期はよく手に入ったね、ありがとう。あ、結構苦労したやで、はあ、正直本当にもらえるか不安だったんだ。うん、この子もなんかセクシー女優さんっぽいくないですか、なんか綺麗な人ね。あ、ほら徹夜して並んだというか、なんというか、え、徹夜、いやそれはまあそんな感じや。泣けてきた、そうそうか、うん、うまくいってんじゃないの、うん、おおほんまにバレへんよやな。あえ、はあ、なんだはあって、んえどうしたの、なんやいつ妙に複雑な顔して、もしかしてバラしちゃうのかな、実はそれ偽物なんだとか。あれカツアゲ君左側にいるよ、大丈夫怖い怖い怖い、実はごめん、あバラすんだ、ん、え、なんだ今の、本当のこと話すよ、あ言うんだ正直だね、うん、おいおいあいつまさか、実はそのネックレスは偽物なんだみたいな、実はあ言うんだ、え、え偽物、なんで騙すなんてひどいよ、うん、ねえだったらまだ手に入んなかったって言った方が良かったんじゃない、ごめんバカみたいじゃん、あーほら逆にもっと傷つける結果になっちゃいますからね、まずい流れになってきたな、しゃあない少しだけフォローしたるか、あ行くんだ、ちょい待ちや、え、え、ま、真島さん、お前なんで偽物やってバラすね、それがそのうん、今になってそんなこと、だから最初から偽物渡すなんてやめろって言うとやないか、はあ、はい、うん、でも、まあ、彼氏がこの偽物を手に入れるためにね大変な思いをしたってことを教えてあげないとね、あんな姉ちゃん大好きにそのネックレス偽物や、確かにこいつはアホな彼氏や、怒るのもわかる、でもなこいつがあんたを心から喜ばせてやりたいと思った気持ち、それ本物やね、え、こいつはその偽物を手に入れるためあんたの想像以上にいろいろ危ない橋を渡ったんや、うん、
裏社会に生きる観察士の元を訪ねたり、命を狙われたり、イブをなくしそうになったりな。ほんまアホなやつや。もちろん偽物を渡すのは間違ってるとは思うが、こいつはそんな危険な目にあってでもあんたに笑ってほしかったんや。その気持ちだけは偽物やないと俺は思うで。うん、伝わるかな彼女に。でも偽物は偽物でしょとか言うのか。本当にそんなことを。ああごめん、バカ。そんなことしてもしもあなたに何かあったら私はどうすればいいの。うん、優しいですね。ごめん、もし指がなくなってたらもう手つなげなくなるんだよ。いや、あ、1本ぐらいなくなっても4本あればねって、そういう問題じゃない。4本あればまだね。みたいな、お前次から嘘つかないで、私には正直に話して。ああほんまにごめん。うん、一件なくちゃうかな。うん、いらない。え、お、え、これでいいっていうのかな。いらない、私はこれでいいの。お、え、いや、でもそれは偽物やし。 いいの、本物よりも私はこっちの方がいい彼女ですね。もう真の価値というものを分かる女性ですね。彼女にとっては好きな人が必死に手に入れてくれた偽物の方が本物よりも考えて見えるんじゃないか。彼女じゃないか。うん、はい、はい、真島さん、この度は本当にありがとうございました。うん、隠し財布って何これ。うん、おー、それが一番いい。はい、ほんまにありがとうございました。じゃあ行こうか。うん、うん、まあ、うん、よかった、ハッピーエンドで終わってよかった。うん、本物よりも綺麗な偽物か、幸せになるんやで。うん、終わりましたね。はい、というわけで、なんかもらえ、あ、やっぱりこの子もやっぱそうなんですね。イメージビデオすごいぞ。ちょっと全く見てないんですけど、ちょっと楽しみだなこれ後でねえ。これちょっと男性たまんない、たまんないですよねこれ。どうす、あ、何が、じゃあこのお守りちょっと、あれ、隠し財布、金運が少し上がるため、カツアゲにあった際に現金を脇入れ、取られる金額を減らす効果。ああ、じゃあカツアゲ君と戦うときにこれ装備した方がいいんですね。じゃあよーし、わかった。あ、あ、というかダメだ、体力ないぞ。そういえば体力って言ってたら体力ないぞ。ちょっとこれ上げとこう、まず。うん、よし、これでちょっとなんか食いに行こう、まず。ちょっとあまりにも体力がなさすぎる。お、鶴橋風月、これ行ったことないですね。ちょっと行ってみよう。お好み焼き屋さん、ここ、これどこだ、こっち行くのか。はい、鶴橋風月、ちょっと聞いたことないんですけど、大阪の方ではもう有名なお店なんでしょうか。いらっしゃいませ。お好み焼きって言うとなんか道頓堀ぐらいしか知らないですけどね。道頓堀でしたっけ。そうですね、うん、チェーン店だとね。豚玉、エビ玉、ちょっと体力をガツンと回復させたいな。牛すじ、あ、じゃあこれ行こう、高いやつ。うん、これやればもうほぼ回復。うん、うまいもんやな。おお、ありがとうございました。うん、オッケー、よーし、体力も、まさかあんな清流と持ってくるとはね。うん、意外と強かったぞあいつら。うん、もうちょっと話を進めようと思っているんで、一旦ちょっとここで録画の方を、切らせていただきます。それで、また、次回ね、次回ちょっと話の方、ストーリーの方進めてみたいと思いますので、よろしくお願いします。あ、やばい、この前のジョージアンやっけ。あ、そうだ、
これね、この時音取れてなかったんですけど、まあついでにやっちゃうか。じゃあ、あでもまたあれだ、なんか取ってこいと言われるから、うん、やっぱり次回やることにします。はい、じゃあ今日はこの辺で、はい、さよなら。チャンネル登録よろしくお願いします。パソコンの方はこちらの登録ボタンを、スマホの方は画面下にあるチャンネル登録の方をクリックしてください。よろしくお願いします。